カト散歩始まりました。今回のカト散歩は、岐阜県恵那市ということで恵那市役所にやってきております。恵那はですね、恵那峡ランドとか、そして栗きんとんの川上屋とかいろいろありますけど、しっかり恵那を堪能して帰りたいと思います。では早速散歩へ出かけましょう。レッツゴー。資料館が、これお城っぽいけど資料館なんだ。はい、ということで、岩村城資料館、行ってきました。なんかいろんな村があって、めちゃくちゃ何百という村があって、でそれ一帯が、岩村城っていうねところがこう仕切って、岩村城がこう上にあって、そこから村が広がってたっていうことで、まあすごい歴史が深いので、また皆さんググってください。よろしくお願いします。はい、到着しました。道の駅おばあちゃん市ですかね。ここのね、名物、これが日本一の大きさを誇る水車です。織川ダムという、ダムです。20周年ということで、20年もこれでかいっすね。この橋もすごいし、絶景見てください皆さん。ちょっと水が少なめですね今は。大雨降っても大丈夫そう、全然。はい、ということで、栗きんとんで有名な川上屋にやってきました。はい、ということで、川上屋さんの目の前でちょっと買った巨大栗きんとん栗風でございます。もうそのまま行っちゃおう。やばい、なんかいただきます。はい、というわけで、カト散歩恵那市編、これも恵那駅で買いました。恵那はやっぱ川上屋、栗きんとんがあったり、やっぱこの街はええなということで、また見てください。バイバイ。